にちは。今日は先日買ったですね、このシフォンケーキプチのミントソーダ、これを使いたいと思いまして、これでバッグを編みたいなとか思ったんですけれども、まず一玉しか買ってなくて、これにも合わせて家にあるものを、何か合わせるようなものをすべて持ってきました。じゃんじゃんじゃんって感じで。そして小町さんの底板ですね。これは別にダイソーさんの底板でもいいと思うんですけれども、もうダイソーさんの底板がないので、底板を使ったらですね、これはちょっと底鋲もついててすごく可愛いし、なんていうのかな、底の部分が、糸がいいじゃないですかいいじゃないですかっていうか、使わなくていいので、これを使わせていただこうかなと思って、一応ね、こういう感じで持ってきたんですけれども、家にあった分、夏をイメージしました、頭の中では。でもアクリルヤンとかなのでね、夏っぽくはないかとは思うんですけれども、一応ね、なんとなく持ってきました家にあるものです。なんかこう、アイスブルー、よくわかんないけどミントグリーンというか、なんというか、こういう色です。色合いです。なんとも言えませんけれども、とりあえずね、このやっぱりミントグリーンになるんですね、こういうのはね。ミントグリーンで、ちょっとブルー。そしてこのデザインなんですけれども、これはですね、多分ですけれども、去年の分ですね、きっと。グリーンって書いてますけれども、これですね、多分これ去年の分だと思います。 21A って書いてるので、で今年の分がこれだったんですけれども、これを最初は使おうと思ったんですよね。レイクブルーですね、レイクブルー、今年のデザイン案、新色の、今年の、多分今年ですね、22年、今22年ですもんね、最近買ったものです、とにかく。でもちょっとですね、こう色がこう合わせたら、こっち濃いじゃないですか。で、家見たらっていうか、家の中をの毛糸のところ、糸のところ探してみたら、これもね、きっとな勢いで買ったものだと思うんですけれども、もうないのかな見かけませんけれども、これがあったので、こっちの方がね、色が合うかなと思って、これを持ってきました。そして針は6号針で編んでいきたいと思います。今から底板に、まずこの底板に、このですね、トルコ製の抗菌防臭アクリル毛糸並太ソフト、この、皆さん見かける、ダイソーさんにいたらね、編み物されてる方きっと見かけると思うんですけれども、このミントグリーンですね、これを編みつけていこうかなと思います。はい、これですけれども、こっちに底鋲がついているので、こうですね、この底鋲の方を自分の方に向けてですね、私はここの 1,2,3,4,5,6,7 あるこの真ん中ですね、ここから入れていきたいと思います。これがまたですね、また下手くそ、何でも下手なんですけれども、ちょっと見にくいかなとは思いますけれども、一応ここからですね、糸を出しますね。そして一度、こうしようかな、一度引き抜きます。でギュッと後ろこう引っ張ってですね、そして鎖編みを1回します。そしてこの中に、穴の中に、今から編みくるみながら、細編みを2つずつ入れていきます。まず1回細編みを入れたら、細編みの頭にマーカーをつけておきます。ここですね。そして、キュッと引っ張って、もう一度。ここがいいかな。すいません、前にちょっと三脚があるので、いつもですけれども、やりにくいですけれども、また当たっちゃった。この中に2回ずつですね、穴に入れていきます。今2つ入れたので、次これを編みくるみながら、もう次の目にですね、よいしょ、1回、2回、これを入れていきますね。
い。手元でしたら全然しやすいので、皆さんこんなにこう、うわーなんか底板に編みつけるのってあんなにあの人あの難しそうにしようって思わないでくださいね。手元でしたら全然大丈夫だと思います。今ちょっと三脚にこう、これがこの先っちょが当たりそうなのでちょっと慎重にしてますけれども、まあもともと下手ですけれども、こういう感じでこの穴にですね2つずつ今から入れていきます。2つずつですね。2222細編みを2個ずつ入れていきます。はい、最後まで2つずつ細編みを入れて編んできましたので、最初の細編みの頭に引き抜きます。ここですね、ここに引き抜いたら、この穴が44穴があったので全部で2つずつ入れましたので88目、ごめんなさい、88目になってます。44個穴があったので2つずつ細編みを入れたので2倍なので88目になってるんですけれども、6の倍数でしたいので88では6で割れないので90にしたいと思います。90にしたいので2目増やしていきたいので、この一番最初の編み始めとこのその対象のところ、ここら辺ですね、もうどこでもいいんですけれども、まあ大体のところにマーカーをつけて、こことここで増やして、そして1段増やしてからもう1段あと6目増やしていこうかなと思います。2目だけだったらなんかこうカチカチってなりそうなので、少しね大きくしたいので、まず最初にここと編み始めとこのね対象のところで1目ずつ増やしていきます。なのでもうこのまま6号針でいきますけれども、細編みで鎖編みを一度して同じところに1回、同じところに1回細編みをします。そしたらまたこの最初にマーカーをつけておいて、そしてあとは目を拾いながらマーカーのところまで、次のマーカーのところまでずっと細編みをしていきます。どうしようかな。8号針でしてもいいかなとか思ったんですけれども、まあ6号針でこのままいきたいと思います。このままね、6号針でずっと細編みをマーカーのところまで編んでいきます。はい、マーカーのところまで編んできましたので、このマーカーのとこだけは2つ細編みを入れますね。同じところに、あ、また動いた。ごめんなさい。1回同じところに2回入れますね。あとはもうずっとこうがいいかな。あとはずっと目を一つずつ拾って細編みをしていきます。こんな感じでね、最後までこれは今から1目ずつ、1目に1つずつ細編みをしていきます。これ1段目ですね。はい、最後90ですね。90、88目から2目増やしましたので90になりました。それで1段目は終わりますので、最初の細編みの頭に引き抜きます。そしたらですね、またここから6目増やしていきたいんですよね。あと6目。なので、編み始め、それから対象のところ、それから1、2、3、4。この長いところですね。この長いところの三つに、大体三つに分けて、まあ、ここら辺。そして少し、きっちりではありませんけれども、全然きっちりじゃないかもしれんけど、まずここ。そして、この長いところを大体三つに、三等分して、ここ、こことここにマーカーをつけます。で、次も、こっち側はもう、まあ、大体同じところに、マーカーをつけておきます。全く同じところじゃないっていいと思いますので、そしたら、このマーカーのところでまた増し目をしていきます。ここマーカーつけてませんけれども、編み始めで1回増やすので、1、2、3、4、5、6、6目増やすことになりますので、2段目は96目にしたいと思います。待ってください。書いておきますね。2段目プラス6で。96ですね。96にしたいので、今からまた同じように編んでいきたいと思います。
もう最初だけですね。もう同じなので、マーカーのところで2目増やす。2目増やすじゃなくて1目増やす。だから、マーカーのところで同じ目に2目入れるって感じですね。1段目、1目目は鎖編み1回して、同じところに、ここ増やし目をしますので、2回入れます。1回、2回。そして1目目にマーカーをつけておきますね、頭に。あとはもうずっと細編みをマーカーのところまでまた2段目していきます。1目に1つずつマーカーのところまで細編みをしていきます。で、最初のマーカーのところまで来ました。ここが編み始めで、ここ最初のマーカーのところまで来たので、ここでこの目には2つ細編みを入れます。2つ、1、2ですね。2入れて、そしてあとはまたずっと細編み1つずつ入れて、次のマーカーのところで2つ。ずっと1つずつ入れて、次のマーカーのところで2つ。ずっと入れて、ここで1つの目に2つ。1つずつ入れて、最後ここの目に、同じところに2目入れて、増し目をしていきます。ここは飛ばしますけれども、マーカーのところには細編みを2回入れます。はい。ちょっと高くしてみました。これでちょっと編みやすいかなとか思って。はい。最後まで来ましたので、これで96ですね。ここ最後の目で96目になります。これ96。そして最初の細編みの頭に引き抜きます。ここで引き抜きます。そしたら今2段目が編めました。2段目が編めて、今96目になってます。そしたらここからはもう増やし目はせずに、このまま編んでいきたいんですけれども、どうしようかな。1段だけ、もうこのまま細編みを編んでいきます。同じところに1回編んで、そしてね、1段これで編んだら、シフォンケーキプチに変えていきたいと思います。あ、こっちの方が全然編みやすい。なんで最初から気づかんのかいって感じですけど、これをずっと細編みをしていきますね。細編みをずっと1周96目、3段目96目1周していきます。はい、3段目96目編んできたので、最初の細編みの頭に引き抜くところで糸を変えたいと思います。ここに刺しておいて、そしてハサミでこのアクリルヤンはもうちょっと切っておきますね。そして、これ、シフォンケーキ、プチのミントソーダ。シュイーンと、ここから。これ出しやすいですよね。これめちゃくちゃいいんですよね。ケークも多分こうなってると思うんですけれども、これ出しやすい。これに変えて編んでいきたいと思います。これを引き抜きます。これをここで一度引き抜いてから、糸端をギューッと引っ張って、編みくるみながら行きたいと思います。まず鎖編みを1回します。そして同じところに細編みをするんですけれども、こんな感じでね、ぎゅっと引っ張って、編みくるみながら、少しこれを長めに、今出したこの目ですね、これ。これを長めにして、細編み。そして細編みの頭にマーカーをつけておきます。ですね。そしたら次はこの今引き出したこの糸、この糸にまず糸をかけて、次の目、ここですね、ここに編みくるみながらまたぎゅっと長めに引っ張ってあげて細編みならまた次ここですね、今長めに引っ張ったこの一番最後のこの糸ですね。この糸にかぎ針をかけてから、次の目に編みくるみながら、またちょっと長めに引っ張って細編み。そしたらまた最後に出てるこの糸ですね。長めに引っ張った糸。ここにかぎ針をかけてから、そして編みくるみながら次の目に。次の目にまたちょっと長めに引っ張って細編み、
たらまた最後説明しますけど、しつこいけど。ここですね、長めに引っ張ったこの糸、この糸にまずかぎ針をかけてから編みくるみながら次の目にまた長めに引っ張って細編み、たらまたここにかぎ針をかけて編みくるみながら次の目に長めに引っ張って細編み、またこの糸に糸をかけて次の目にかぎ針を入れて長めに引っ張って細編み、これを繰り返します。これ4段目ですね。ここにまずここ糸をかぎ針をかけるの忘れないように糸をかけて次の目にかぎ針を入れて長めに引っ張って細編み、ここにかぎ針を入れて次の目にかぎ針を入れて引き出して長めに引き出して細編み、これをずっと繰り返していきます。もう一度、しつこいけど、ここに糸をかけるのを忘れないようにかけて次の目にかぎ針を入れて長めに引き出してから細編み、4段目はこれを繰り返していきます。はい、4段目最後まで来ました。これ96ですね。ここに糸をかけてかぎ針をかけて最後の目にかぎ針を入れて長めに引き出して細編み、そしたら最初の細編みの頭に引き抜きます。ここですね、ここに引き抜きます。これで4段目が終わりました。そしたら5段目に行きます。5段目は鎖往復編みをしていきたいんですけれども、鎖編みを1回してくるっと回します。そして同じ目にここですね、ここにこう見てここですね、ここにかぎ針を、同じところにかぎ針を入れて長めに引き出してあげてまた細編みをします。そしてまたマーカーをつけますね。で、編みやすいようにこうひっくり返していいと思うんですけれども、そしたらまたさっきと同じようにこの今長めに引き出したこの糸ですね、これにかぎ針をかけながらかぎ針をかけてまた次の目入れるところはここじゃなくてこうですね、こう鎖があるのでこれを取ります。見にくいですね、止まってくださいね。まあちょっとここ説明しやすいのでいきますけど、こうあってここ鎖編みありますけど、こうじゃなくてこう向けたらこっちに鎖があるのでここをこう拾います。ここですね、こうではなくてこう向けたらまた鎖がここにあるので、ここからこの鎖、これをこう拾います。なので今細編みを1回しましたので、この長めに引き出したこの糸にまたかぎ針を入れて次の目、これですね、次の目、この目にかぎ針を入れて長めに引き出してまた細編み、そしたらまたこの長めに引き出したこの糸にかぎ針を入れてから次の目、こうですね、ここにかぎ針を入れて長めに引き出してあげて細編み、そしてまたここにかぎ針を入れてこうですね、ここを取ってここを拾って長めに引き出して細編み、ここを拾って次の目の目を拾ってあげてまた長めに引き出してあげて細編み、ここを拾ってこうじゃなくてこっち側の鎖、これですね、ここを拾ってあげて目を拾ってあげて長めに引き出してから細編み、これの繰り返しなんですけれども、もう一回ここに糸を入れてこうではなくてこっち側この鎖ですね、
汚い手やけど、こうしてここから引き出、長めに引き出してきて、もう一度ここに入れて、ここではなくてこっち側のこの目、ここ、これを引き出して長めに引っ張って細編み、これをずっと繰り返していきます。これが5段目ですね。5段目繰り返します。はい、5段目最後まで来ました。なのでここにかぎ針をもう一度かけて、この最後の目、この鎖編みを拾って、ここですね、この鎖編みを拾って、そして長めに引っ張って細編み、そして最初の細編みの頭に引き抜きます。これで5段目が終わりました。で、3段細編みをして、今2段模様編みをしたじゃないですか。2段一模様みたいな感じになるので、これを繰り返していきます。今の編み方を繰り返していきます。なので6段目はまた鎖編みを1回してからぐるっと回して、編みやすいようにこうね、ご自分がこう編みやすいようにですね、こんな感じでひっくり返して、そしてまた同じところに細編みを長めに引っ張って細編みを1回します。そして細編みの頭にマーカーをつけます。そしたらまたこの今長めに引っ張ったこの糸ですね、この糸にかぎ針入れて、次の目、向こう側のここで、こうではなくてこっち側ですね、さっきも言いましたけれども、こっち側の目を拾って長めに引き出して細編みで、またここにかぎ針を入れて、というふうに、もうこれは繰り返しになります。2段一模様でこういう感じでしていきたいと思うので、またここに入れて、次の目にかぎ針を入れて長めに引き出して細編み、ここにかぎ針を入れて、次の目こっち側の目、ここですね、ここにかぎ針を入れて長めに引き出して細編み、入れて次の目の向こう側ですね、ここではなく、こう、さっきもしつこいけど、ここではなくてこっち側の目ですね、こっち側の目に入れて長めに引き出して細編み、入れてこっちの目に、こっちの目を拾って長めに引き出して細編み、これをずっと繰り返していきます。これで模様という模様ではないですけれども、まあ、一応細編みではないじゃないですかなので少しはね、なんとなくこうちょっとね、頑張った感があるかなと思ってこれをしていきたいんですけれども、これをですね、どのくらいしていこうかなと思うんですけど、今6段目ですね、今6段目なので、この模様編みを今始めてから3段目になります。だから模様編みをして何段編みましたっていうのはね、いつものごとく後でご報告したいんですけれども、これがなくなるまでしようかな、それとも、まあ、これとこれを引き揃えて上の方編みたいので、あんまりこれが高くてもおかしいかな、バランスを見ながらですね、ちょっと編んでいきたいなと思います。今からは飛ばしますけれども、1段目模様編みのこの今下1段目の2段目の繰り返しをずっとしていきます。後で何段編んだかご報告します。はい、模様編みを始めてからですね、細編みで3段編んで、模様編みに入っ4段目から模様編みに入ったんですけれども、模様編みを始めてから8段編んできました。だから今全部では11段編んでるんですけれども、模様編みの部分は8段編んでます。そしてもうこの何ですかね、名前が出てこないんですけれども、シフォンケーキプチ、ごめんなさい、シフォンケーキプチがもうなくなったので、ここで最初のね、細編みの頭に引き抜くところで糸を変えたいと思います。ここでもうこのくらいしかないので、もう糸を切ってしまいますね。そして次からこの前のデザイン案、
前、多分前のだと思うんですけれども、前のデザイン案とこのルミナスを2本取りでちょっと編んでいきたいんですけれども、まず、さっきも言いましたけれども、最初の細編み、立ち上げた細編みを3段を足したら、今11段編んでます。模様編みは8段編みましたので、3段足したら11段編んでます。なので、12段目ですね。12段目からこのデザインヤンとルミナスに変えて編んでいきたいと思います。ちょっと細くなっちゃうかなって感じですけれども、どうしようかな。すいません。じゃあ、ちょっと細くなりそうなので、デザインヤンを、これは中からと外から取れるので、デザインヤンを2本取りにして編んでいこうかな。デザインヤンを2本取りと、ルミナスを1本取り。こんな感じでですね。これ何も中に入ってないので、中側と外側から2本取りにして、そしてルミナスも一緒に引き揃えて3本取りで編んでいこうかなと思います。ちょっと2本だったらちょっとこう下のシフォンケーキプチとね合わせたら細いような感じがしたので、これを3本で編んでいきたいと思います。とりあえずこれが編みたかったので、でも1本しかない一玉しかなかったので、いろいろ合わせてみました。まずここから12段目は鎖編みを1回して、そしてどうしようかな、こっちがですね裏になるんですよね。なのでくるんと回して、これを裏側にしてですね、ちょっと待ってください。もう一回最初から。これですね。こっちが裏側になるので、どうしようかな。まずもう往復編みをせずに、このまま細編みを一段していきたいんですけれども、こっち側にギュッと引っ張ってですね、このシフォンケーキプチもギュッと引っ張って、そして表側に、内側に編みくるんでいこうかな。まず鎖編みを1回しましたね。ここで鎖編みを1回します。12段目ですね。12段目、これ裏側になります。こっち裏側になっているので、本当は往復編みをしたいんですけれども、まあ、とりあえずこのままいきます。往復編みをせずに、鎖編みを1回したら、ぎゅっと引っ張って、こっちにこう、編みくるみながらいきます。同じところに1回、そしてマーカーをつけます。次の目はここですけれども、編みにくいですけれども、こっち側にこうして、こっちが裏側になるので編みくるんだ糸をこっち側に置きたいので、こういう感じで今2つ目しました細編み。今度3つ目、これをこっち側に置いて、で3つ目の細編み、次の目にかぎ針入れてこっち側に出すようにして、4つ目の細編み、またここですね、次の目に入れてこっち側に出すようにして編みくるんでいきます。これを1段編んで細編みをしていきます。まずかぎ針を細編みの頭に入れて、この糸をですねこっち側にして編みくるんでいきます。こっち側がね、表になるので、こっちに目を出したくないので、そうしてます。こんな感じでですね。で、細編みをずっとしていきます。96目ありますので、細編みを1段していきます。はい、12段目、細編みですね。糸を変えて細編み、12段目ですね。ここ、下から12段目、細編みで、1周96目編んできましたので、ここで最初の細編みの頭に引き抜きます。ここに引き抜いてから
今度は往復編みでちょっともう表に返していこうかなと思います。表からずっとね編めるようにしていきたいなと思います。ちょっと見てください、もう中からブホーって出てですねすっごい編みにくいんですけれども、やっぱりあのケークとかシフォンケーキプチみたいにあのプニってこうね出やすいようになってくれてたらいいですね。なかなか可愛いかなと思うんですけれども、まず13段目ですね、鎖編みを1回します。そしてくるっと回して、もう表に返して往復編みはしないのでこの状態でずっと編んでいきます。今鎖編みを1回したので同じところに細編みを1回します。そして細編みの頭にマーカーをつけます。そしたら、次の目から今細編みを入れた次の目から1,2飛ばします。 1,2 飛ばして3目目に長編みを5回入れます。1回2回3回4回5回長編みを5回同じところに入れます。こんな感じで、そしたらですね、またちょっと糸がすごいことになってる。次の目から1,2飛ばして3目目に細編み、これを繰り返しますね。とりあえず13段目はこれを繰り返します。そしたら次の目から1,2飛ばして3目目にまた長編みを1回2回3回4回5回ですね。5回長編みをします。5回長編みをします。そしたらまた次の目から1,2飛ばして3目目に細編み、これを13段目は繰り返していきたいと思います。繰り返します。はい、13段目最後まで来ました。細編みをして2つと次の目から2つ飛ばして、同じところに長編みを5回入れて、そしてまた次の目から 1,2 飛ばして最初の細編みの頭に引き抜きます。ここですね、ここに引き抜きます。そしたら14段目はまず鎖編みを1,2,3,4 回して、1,2,3 目目、3目目にマーカーをつけておきます。そして同じところに長編みを1回入れます。同じところに長編みを1回。なので長編み1回、鎖編み1回、長編み1回っていう感じになります。この鎖編み3目が長編みと考えて、鎖編み1目、そして長編みを同じところに1本入れました。そしたら鎖編みを1回して、で、この扇の長編みを1,2,3,4,5 入れた3本目、3本目の頭に細編み。そして鎖編みをまた1回。そして細編みですね。前段の細編みの頭に長編みを1回と鎖編みを1回。同じところに長編みを1回入れます。そしてまた鎖編みを1回してから、この5本入れた1,2,3,4,5本入れた長編みの
1,2,3 本目の頭に細編み、ここに細編み、そしてまた鎖編みを1回、そしたらまた前段の細編みの頭に長編みを1回と鎖編みを1回、そして長編みを同じところにもう1回入れます。これを繰り返しますね。14段目ですね。14段目、そしたら鎖編みを1回したら、長編みの 1,2,3 本目、5本あるので 1,2,3,4,5 本あるので 1,2,3 本目の頭に細編みを1回します。そして鎖を1回、そしたら前段の細編みの頭に長編みを1回、鎖を1回、そしてまた同じところに長編みを1回。これをずっと14段目繰り返していきます。これをね、ずっと繰り返していきたいと思います。はい、14段目最後まで来ました。長編み、鎖編み、長編みを入れたので、まず鎖編みを1回、そして前段の長編み5本の3本目の頭に細編み、そして鎖編みを1回で、ごめんなさい、さっき外れちゃったんですけど、ここ 1,2,3 目目にマーカーつけてたので、この3目目に引き抜きます。はい、これで14段目が終わります。たら15段目はですね、この長編み、鎖編み、長編みのこの鎖編みのとこから始めたいので、ここまで一度引き抜きます。そして鎖編みを1,2,3 回します。そして3目目にマーカーをつけておきます。そして同じところに長編みを2回入れますね。これで1,2なので、鎖編み 3目したのを数えて、一緒に長編みと1本と数えたら3本長編みが入りました。そしたら次はこの細編みの頭、前段の細編みの頭、ここですね、前前段の長編みの3本目の頭に細編みをした、この細編みの頭に細編み、これ15段目ですね。そしたら次は長編み、鎖編み、長編みした、この鎖編みのところに長編みを5回入れます。1,2,3,4,5回ですね。5本長編みを入れます。そしたらまたさっきと同じで、前々段のこの長編み5本の3本目の頭に前段で細編みをしてますので、この細編みの頭に細編み、この細編みの頭に細編み、そしたらもうあとは同じですね。次長編み、鎖、長編みのこの鎖編みのところに長編みを5回、そしたらこの細編みの頭に細編み、もう一回しますね。ここに長編みを、しつこいですけれども、1回、2回、3回、4回、5回長編みをしたら、この前段の細編みの頭ですね、ここですね、前前段の長編み3本目の頭に細編みをした、この細編みの頭に細編みをします。これの繰り返しを15段目ずっとやっていきます。はい、15段目最後まで来ました。そしたらね、今ね、長編みを5回入れたので、前段のこの細編みの頭に細編み、そして最初の長編みが、鎖編み3目で立ち上げましたけれども、ここ3本しか入ってないので、同じところに、最初のところにですね、ちょっと寄ったかな、ごめんなさい、同じところにあと2本
長編みを入れます。1、2ですね。2、そして見えなくなったけど見えなくなりましたけど、この鎖編み3目したところの3目めにマーカーをつけてましたので、ここに引き抜きます。よいしょこれで15段目が終わりました。全部でですよ、ここ全部で15段目。顔めっちゃ可愛いですよ。もうほんと夏って感じ夏だって感じですじゃあ16段目に行きたいと思います。16段目ももうこのね、編み方のこれ繰り返しなんですけれども、まず鎖編み、今引き抜いたので鎖編み1目で立ち上げて、同じところにまず細編みをします。細編み、そしてこの細編みの頭にマーカーをつけます。そしたら次はこの細編みをしたところ、前段のこの扇と扇の間の細編みのところに長編みと、あ、ごめんなさい、鎖編み、ごめんなさい、鎖編みを忘れてました。細編みをしたら、まず鎖編みを1回してから、そしてこのここですね、このこの前段の細編みの頭にさっきと同じように長編み、鎖編み、そしてまた長編み、こんな感じですね。そしたらまた鎖編みを1回してから、さ、前々段でしたんですかね、前々段でしたように、この5本の、ごめんなさい、5本長編みしている3本目の頭に細編み、そしたら鎖を1回、そしたら前段の細編みの頭に長編みを1回と鎖を1回、そしてまた長編みを同じところに1回、そしたら必ず鎖編みを1回してから前段の長編み5本の中の3本目、3本目ですね、1,2,3 本目の頭に細編み、そして鎖を1回、これ繰り返します。そして前段の細編みの頭に長編みを1回、鎖を1回、そして長編みを、もう同じところにもう1回、これを繰り返します。ここで鎖を絶対1回してください。そして、鎖を1回して、この、長編みの1、2、3本目、3本目の頭に細編みをしたら、また絶対に鎖編みを1回してください。ここに細編みをしたら、鎖編みを1回忘れずにしてから、細編みの頭に長編み、鎖編み、同じところに長編み。この編み方をまた繰り返しますね。これが16段目、これも繰り返していきます。はい、16段目、最後の方まで来ました。長編み5目の3本目の頭に今細編みをしたので、細編みをして、鎖編みを1回しますね。鎖編みを1回。よいしょ。鎖編みを1回したら、前段の細編みの頭にまた長編み、鎖編み、同じところに長編み。そしたらこのまま引き抜きそうですけれども、ここ細編み鎖編みで、もう一個こっち側に鎖編みがいるので、ここで一つ鎖編みを忘れないようにしてから、そして細編みの頭に引き抜きます。細編みの頭に引き抜きます。これで16段目が終わりました。ここですね、こんな感じ。今すごい可愛い、可愛いですねそしたら17段目ですけれども、17段目はもうここですね、
鎖編みを1回して同じところに細編みをして、そして細編み、細編みじゃない、マーカー、そしたらまた次はこの長編み、鎖編み、長編みの中に長編みを5回、1、ちょっと長くなるけどちょっとさせてもらいますね、最初だけ、2、3、4、5ですね、あ、ごめんなさい、5、そしたら前段の細編みの頭に細編み、もうここ同じですね、ここはずっと17段目はまたこの長編み鎖編み長編みの中に長編み鎖編み長編みのこの鎖編みの中に長編みを5回、細編みの頭に細編み、それをずっとね一周繰り返していきます。はい、17段目最後まで来ました。今細編みの頭に細編みを入れたので、最後のこの長編みと鎖編みと長編みをした鎖編みの中に長編みを5回入れます。1、2、3、もうねちょっとしかないんですよね、デザインヤンが。でもあるだけ使おうかなと思って、4、途中からねもうあのアクリルヤンのミントグリーンに変えてもいいかなと思います。もう余りと消費ということで5回入れます。そしたら細編みの頭に、最初のね細編みの頭にマーカーをつけていたので、ここに引き抜いて17段目が終わります。17段目終わります。そしたらですね、こんな感じで本当可愛いんですよね。どう思いますか？めちゃくちゃ可愛くないです？17段目終わりましたけれども、あとこのくらいデザインヤン残ってるんですよ。なのでもう途中で途中になると思うんですけれども、もうこれ使い切ってしまおうかなと思って、そして高さが足りない分はもう一番下で使ったアクリルヤンですね、ダイソーさんの、ここ糸をきれいにしてるんですけどごめんなさい、アクリルヤンを使っていこうかなと思ってるんですよ。だからもうこのままちょっとやっていこうかなと思います。なのでまたここから18段目は1、2、3、3したら1を3目目にマーカーをつけて、そして鎖編みもう一度4目目して、同じところに、同じところにですね、1、2、3、4、同じところに長編みをもう一回入れます。長編みこうですね。そしたら鎖編みを1回してから、長編みの1、2、3本目の頭に細編み、これはもう何回かしているのでこれを繰り返します。18段目ですね。そしたらまた鎖編みを1回して、細編みの頭に長編みと鎖1、また同じところに長編み、そしたら忘れずに鎖編みを1回してから、長編みの1、2、3本目の頭に細編みをして、また鎖を1回絶対忘れずにしてから細編みの頭に、というふうにまた18段目一周していきます。途中で糸が変わるかもしれないですけれども、とりあえずやっていきます。はい、18段目の途中なんですけれども、ここら辺でデザインヤンがなくなったので、もうこれソフトタイプのこのトルコ製の一番下で細編みで使ったこのミントグリーンのアクリルヤンとルミナスを引き揃えて続けて編んでます。ここら辺少し違いますけれども、もうこのままいこうかなと思います。長編み鎖編み長編み、そしたら鎖編みを1回して、1、2、3、4、5本の3本目の頭に細編み、そして最後鎖編みを1回してから、こ
この鎖編み3目で立ち上げた3目目に引き抜きます。引き抜きます。これで18段目が終わりました。そしたら19段目もこのまま前と同じように編んでいきますけれども、もう最初だけですね。ルミナスがなくなる前、もうちょっと高さを出したいので、もうちょっとね編んでいこうかなと思います。今引き抜きましたけれども、この長編み鎖編み長編みの中の鎖編みのとこから始めたいので、その鎖編みのところまで引き抜きます。そして鎖編みを3目目にマーカー、これ19段目ですね。そして同じところにまたあと2回入れます。長編みを2回入れます。さっきしたのと同じなんですけれども、ちょっと最初だけですね。そしたら次はここ細編みの頭に細編み、そしたらまた長編み鎖編み長編みの鎖編みの中に長編みを5回というふうに、19段目はアクリルヤンに変わりましたけれども、このまま同じ編み方でしていきたいと思います。ここまでしますね。最初だけ、もう長くなってもう分かるよっていう方はガンガン飛ばしてください私のねあれ説明よりは、もう本当に分かる方はすぐ分かると思うので飛ばしてください。でもここ最初だけ編みたいと思います。長編みを5回したら、この細編みの頭に細編み、これを繰り返しますね。これ19段目アクリルヤンに変わりましたけれども、19段目このまま編んでいきます。はい、19段目最後まで編んできましたので、長編みを5回入れましたので、この細編みの頭に細編みをしてから、そして最初鎖編み3目して、これを長編み1本と数えて、長編みを2回入れたので、ここ3本しか長編みが入ってませんので、最初のね、ここ鎖編み3目したところに最初に戻って、また同じところに長編みを2回入れます。そして鎖編み3目目ここに引き抜きます。ただどうかなってどうですかね、このくらいでもういいかな。高さはすごい可愛いんですけど、でもう持ち手はもうここせっかくこうね、貝殻みたいになってる。貝殻。夏のあれで、あれなので、夏っぽいバッグなので、こんな感じになってますので、ここも平たくしないで、このままの状態で、ここね、楕円で少しね、ちょっともうこれ引き抜きますね。このくらいの高さでいいかなと思いますので、ここを引き抜いてから糸始末をしますけれども、こうした時に、まあ、これ後で糸始末しますけど、この山が、こう、2、3、4、5、6、7、8個、8個ずつこうあるので、どこら辺がいいですか？1、2、3。この山の3個目ぐらいから、3個目ぐらいからこう、持ち手をこうつけていこうかなと思うんですよね。それはね、楕円でもうこの、アクリルヤンとこのくらい残ってますので、アクリルヤンを中と外からしっかりした持ち手を作りたいので、短めに作りたいんですけれども、2本取りでちょっとルミナス残ってますので、ルミナスも入れてこの3本でこんな感じでですね、持ち手の部分だけ8号針に変えて編んでいきたいと思います。今6号針で編んだんですけれども、ちょっとねギュってなりすぎてなんか編みにくい感じもしたので8号針に変えます。ちょっと太いのでですね、太くなっちゃうので8号針に変えて、ごめんなさい、8号針に変えて編んでいきます。はい、持ち手を編んできました。楕円の編み方とか言いましたけれども、鎖編みただ32目して、こっち端と端で1目ずつ増やして1段編んだだけです大げさな言い方でしたけれども、簡単にできました。こんな感じで32目作り目をして、鎖編みで作り目をして、
端と端で1目ずつ増やして1段だけ編んで2本作ってきました。糸始末も申しました。そしたらアクリルヤーンがこのくらい残って、ちょっとですね、このせっかくルミナスが残ってるので多分意味はないと思いますけれども、まあ気持ちです気持ち、もう6号針でランダムにというか、もうここら辺からですね、鎖編みをしていって一目開けてみたいな、そんな感じでこれを使い切ってしまおうと思います。まあどこら辺でもいいんですけど、もう細いのでわかんないかと。でもこれ6号針で編むって書いてるんですけどね、全然6号針って私イメージはないんですけれども、まあここで一度、途中でなくなるかな、なくなったらほどきますね。鎖編みをしてここに細編みですね、細編みをしてから意味はあるのかな、よくわかんない、持つからですねぺちゃんってなると思うんですけど、まあ、鎖編みを2回ぐらいして一目開けてって感じで、まあ、細編みとかこういう感じでちょっとでもなんていうの、キラキラのこのもったいないからですね、糸が、なのでしていこうかなと思うんですけど、3目ぐらいしましょうか。3目して1目開けてにしましょうね。細いからですね。でも糸がなくなるかもしれん。そしたらもうやめましょう。で、もう細編みって感じで、もう本当に、もうこれは全然しなくてもいいと思いますけれども。1、2、3して、1目開けて細編みみたいな。こんな感じでね。もう適当じゃ適当になりますけれども、こうやってしていこうかなと思います。最後目がもし合わなかったら、合わなかったら合わなかったで、もうここはしなくていいことなので、しなくていいかなとか思うんですけど、とりあえずしていきます。使い切ってね、もったいないので、ちょこっと残ってるので、もったいないので、鎖編み3目して、1目飛ばして、細編みっていう感じで、縁をこうね、取っていこうかなと思います。わからないと思いますけれども、ちょっとやっていきます。あ、ごめんなさい、動かしちゃった。最後はこんな感じで、もうここの最初の頭に引き抜くみたいな意味ないみたいな感じですけど、いや近くで見たら意味があるんですよ。でも遠くで見たら全然意味ないけど、あとこのくらいだから、でももう一つしても多分余りそうな気がするんですよね。だからでもちょっとねしてみますね。そうじゃないと気が済まないからこれをもう一本の方も同じようにちょっとしていってみます。はい、とりあえずね2本してきたんですけどそんなに変わらないみたいななんかあんまり意味がないみたいな感じですけど、そしてまた余計に中途半端に余ってしまったというですねこれ線でこっち側にもうちょっと余っとった方がもっと使い勝手が良かったかもしれんけど、でも一応もうしてきました。もうでもね、一応ですね、私は今回はこのちょっともう今回ちょっと長くなってるのを覚悟で渡してるんですけど、このミントソーダというこの糸を使ってですね、もう夏の本当に夏の爽やかなイメージで作りたかったので、こういう感じで家にある糸をですね、デザインヤーン、ルミナス、そしてアクリルヤーンを合わせて、もう途中でなくなってもそのまま使ってきました。で、今からこうした時にね、まっすぐして、まっすぐした状態でこんな状態ですね、こんな状態でこの丸が1、2、3、丸っていうか山が1、2、3、4、5、6、7、8あるので、この持ち手をこっちが表なので、最初この端から3番目ぐらいのこうつけようかなと思ったんですけど、こうつけるよりこれ裏にこう斜めにつけた方が可愛かったので、もうここら辺もう大体ですよ、これ本当にお好みだと思うんですけれども、これをこの端から 2番目と3番目の間ぐらい、こう斜めな感じでちょっと待ち針を打ってみますね。そしてこっち側も3番目と2番目の
間ぐらい、ここぐらい、ここが2つと2つの山と半分ぐらいが開くぐらいかな、2つの山と半分が開くぐらいで、長さをこんな感じで合わせて、ここで打ってみますね、待ち針をね。で、両方ちょっと打ってきますね、こんな感じで。はい、大体ですけれどもこんな感じでですね、本当はこっち側にこう出そうと思って楕円でしたんですけれども、楕円というかね、まあちょっとここが丸っこくなるみたいにしたんですけれども、もうこっち裏側につけた方がね、なんか可愛いので、こういう感じでつけようかなと思います。なので今からここですね、こうちょっと長さ同じぐらいですよね、もうちょっと短い方がいいのかな、ここに打ってこんな感じかな、いいですよね、合ってますよね、長さとかも、うん、こんな感じでですね。そしてこの余ったアクリルヤーンで縫い付けていこうと思います。もうここは最初だけですね、少しだけ、もう本当に縫い付けるだけなので何とも説明できないんですけれども、これをね4箇所ずっと縫い付けていこうかなと思います。もうどこからでもいいんですけど、もうここぐらいからですね、表に響かないように、ここは後で糸始末をしますので、表に響く、なるべく響かないようにですね、こんな感じで持ち手と本体を縫い付けます。ちょっとこう斜めになった感じでしてます、今回持ち手をですね、つけるときにまっすぐではなくて斜めになってる感じでしてます。こうかな、ここですね、よいしょ、ちょっとね硬いのでつけにくいですけれども、こんな感じで縫っていきます。全部ね。あ、でも、ここだと、ごめんなさい。このルミナスのところだと、ふにゃっとなるので、この本体というか、持ち手のこのアクリルヤーンのところを拾ってください。そうじゃないと、ふにゃふにゃってなるかもしれないので、この本体のアクリルヤーンのここ拾ったら、ここではなくて、この中のこのアクリルヤーンのところ、ここら辺をこう、突き刺して、ブスッと突き刺して、で、こっち側にね。で、また、このアクリルヤーンの方に行って、ルミナスのこれだけだとちょっと怪しいので、そして、ここはですね、一応こういう風に、後ろからこう出すじゃないですか。そして、こういう感じにしてですね。こういう感じにして、こっち側のアクリルヤーンのここですね。もう大体ですけれども、どこって言えないですけど、こういうところ。なるべくこう響かないところですね。この今、つけている糸が、まあ一回しますね。この糸があんまりこう見えないように、少し裏側のこの本体というか、この、持ち手のアクリルヤーンのところをこうグッと突き刺してあげて、ぐさぐさって突き刺してもいいんですけど、どうかな、突き刺しても目立たないとは思うんですけれども、突き刺しましょう、硬いのでちょっとこう突き刺しますね。で、こっちから、ごめんなさい、こう突き刺してグッと突き刺して、多分目立たないかな、ここをギュッと、ここら辺にギュッとしたら目立つので、糸がこう渡るので、なるべく渡らないように後ろにぐさっと、そしてまたぐさっと本体の方に刺してあげて、そしてまたここではなくて、ここら辺をこう少し、ちょっと少しですね、技じゃないけどこんな感じでこう隠しながらですね、ぐさぐさと、このね、つけてる糸がこう目立つとあんまり嫌じゃないですか。なので
なるべくこう目立たないような感じで、まあ、突き刺してあげても大丈夫だと思います。このまま離れて突き刺さないで近くにですね、近くにこう突き刺してあげて、言ってることわかるかなそしたら次はまたここですね、この本体のアクリルのところとこっち側の持ち手のアクリルヤンのところ、裏は少しぐらいこうね目立ってもいい、目立でもそんなに同じ糸だから目立たないと思うんですけれども、こんな感じでつけていきます。最後まで同じようにですね、ここ目立ってないのでこれでいいと思うので、今みたいな感じで4箇所つけていきたいと思います。はい、途中ですけれども、 さっきですね、ここぐさぐさっと刺さないでこうちょっとややこしいことをしてましたけれども、結構ぐさって刺しても表に響かないことが分かりました。あの糸がやっぱり同じ糸なので、こんな感じで後ろからぐさっと刺してあげてですね、でまたこっち、まあ、ちょっと開けて後ろに刺すみたいな感じで、これで大丈夫だと思います。さっきなんか私ここをちょっと隠してとかなんか言ってましたけれども、もうこのままこのまま少しだけ違うところをこうぐさっと後ろにね刺してあげたら、そっちの方が全然簡単なのでそれでいいと思います。こんな感じですね。たらまた続けてしたいと思います。はい、つけてきました。めちゃくちゃ可愛いんですよ。あのね、本当になんか貝殻とか、それから人手とかブローチがあったらつけたいぐらいです。もう本当に爽やかな夏のイメージで、この間はなんか新緑のイメージというのを作ったんですけれどもね、なんかすごく素敵な色合いでめっちゃ可愛くなりました。どうでしょうか。すごくなんか嬉しい小さい枠ですけれども、でも全然普通に持てますし、ですね、長財布も入りますよ。ちょっとお待ちください。はい、いつものように長財布も入りますし、アリエルカラーですねこんな感じで、あのポーチも入るし、多分あの持ってきてないですけれどもエコバッグも入るしですね、スマホキーケースも入ると思います。すっごい可愛いです。もうキラキラがちょっと伝わるかな。ここのシフォンケーキプチのミントソーダのここら辺も伝わりますかね。ここはもう前のデザインやんと、あのルミナスの引き揃えと、あと、何ですかね、アクリルヤンの、ここで使ったアクリルヤン、ミントグリーンのアクリルヤンのとルミナスの引き揃えになりますけれども、こんな感じでもうね、そんなに大きくないので、でもちょっと違う角度で見ていただこうかな。ちょっと見てください。はい、こういった感じになります。ね、すごくね色も綺麗だしですね、どうでしょうか。ちょっとアップドアップですけれども、引いてみます。上からこんな感じです。すっごい可愛いです。はい、どうでしたでしょうか。ですね、すごい可愛いバッグになりました。団子さんがちょっと立ってますけれども、ちょっとねサイズを測りたいと思います。これは底はですね、あの小町の底町を、底町じゃなくて底板を使わせていただいたんですけれども、一応楕円ですね、だいたい20、21かな、 20.5 から 20.5 かける9センチ、そして幅がですね、幅がだいたいですけれども28センチ、高さが17.5ぐらいかなのバッグになります。すごいかわいいなんかもう夏です。あの爽やかな夏のイメージで作ってみました。皆さん、あの糸はですね、 なくても全然構わないんですけれども、今回はこの
とりあえずこれを使いたくて、一玉しかなかったので、ミントソーダから、シフォンケーキプチのミントソーダですね。これを夏の感じで、もうミントソーダっていうぐらいだから夏のイメージで作りたかったので、一玉しかなかったので家にあった前のデザインやんですね。こういう感じの。今年のではないです。今年、最近買ったのはこの色なので、ちょっと濃かったので、こっちの、ちょっと水色っぽいやつを使いました。これを一玉丸々。そして、この、ソフトタイプのアクリル毛糸、一玉使って、このくらい余りました。それから、ルミナスの、パールグリーンですね。ルミナスのパールグリーン。中途半端に残るのやとか言って、本当に中途半端に残ってしまいましたけれども、これもまたね、ちょっと置いたままかもしれませんけれども、これとこれが余った感じですね。これとこれが余った感じです。それでこういうね、夏のイメージの涼しげなバッグが完成しました。どうやってしたら一番可愛く終われるかなという感じですけれどもこんな感じで、キラキラがですね、もう少し実物はもっとこうキラキラしてるんですけれども、画面上っていうかね、このスマホからこうカメラからね、伝わらないのがちょっと残念ですけれども、今日は多分もう本当長くなってると思うんですけれども、完成したのでよかったです。あとはピンクっぽいベリーなんとかっていうね、シフォンケーキプチもありますので、まだ作っていきたいと思います。今日はもう爽やかな夏のイメージでこの間はなんか爽やかな新緑のイメージでとか言ってましたけれども、いや本当にそんな感じです。夏の爽やかなイメージで作りたかったので、あれを決して真似したわけではないんですけれども、シフォンケーキプチのミントソーダでですね、爽やかなねミントソーダっていうぐらいだから、もう本当ラムネっぽいイメージのなんとなくこうね、綺麗なブルー系のバッグが作ってみたかったので、いろいろ糸を持ってきて、家にあるものを持ってきて作りました。皆さんも、よかったらですね、糸とか全然もう関係ないと思うんですよ。もう一本取りでも全然いいと思うので、何もかも太さとかが、なんていうんですか、同じぐらいであればいいので、ブルーではなくてもデザインやんがなくても全然大丈夫なので、形とかが気に入っていただけたら編んでもらえたら嬉しいです。そんな難しくないと思うので、結構頑張って説明したつもりですけれども、もし分かりづらかったら申し訳ありません。でも今回は爽やかなね、夏の暑い夏に爽やかな涼しげなイメージで、作ってみました。はい長くなって申し訳ありません。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。次もまたですね、何か編んでいきたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。